どうも、キックです。今回はギルドバトルやっていきたいと思います。今回からですね、こちらの新しくアップデートで追加された動画撮る機能を使って動画撮っていきたいと思います。で、この 動画のアイコンみたいの邪魔くさくて、どこに置こうかすげえ悩んでるんですけど、まあとりあえず邪魔にならなそうなところに置いてやっていきたいと思います。というのも一回ですね、動画撮ったんですけど、ちょっとお刺さりまして、ここ途中で途切れてしまったんですよね。今回は気をつけてやっていきたいと思います。対戦相手151へですね、もう勝ち決まってます。好きなところ攻めていきたいと思います。ライマーがいますね。無敵状態。まあ時間制限がなくなったんで、ちょっとのんびり見ていこうかなと思います。どこもいい感じの防衛ですよね。正直いろんなキャラ使っていきたいんですけど、勝てないんですよね。今勝とうと思うと、なんかコッパー固定になっちゃったり、順後のパワー使っちゃったりするんですよ。ちょっとね、あ、また押しちゃった。これが邪魔で、操作見せるとこれ動画途中で終了しちゃうんですよ。停止ボタン押しちゃって、これで一回ボツにしました動画を。ライマ行きますか。上がどうしようかな。剥がし非仙人回復、とりあえず狼落としたいんで、狼を落とすキャラ、狼ワンパンしたいな。暗殺者でちょっとワンパンしていきたいですね。上これでいいかな。下なんかルシェンでドーンで終わんないのかな。ちょっとルシェンでドーンでいきましょうか。こっち邪魔、これほんと邪魔なんですよね。これどこに置けばいいんですかね。ちょっとルシェンでドーンを、ルシェンでドーンいきます。こいつ剥がしとか持ってないよな。持ってました、剥がしも持ってて無敵も持ってるのか。ルシェンド ルシェン剥がされちゃうな。どうしようかな。ルシェンやめます。光なんで、デコイを入れて、耐久アタッカーみたいの、フーコ使いたいな。フーコ、
どうしようかな。こう時間かけても時間制限がないんで いいですね。はい、狩り。際どいな。厳しい。いきましょう。これでいきます。これどこに置くのが正解なんだろう。ちょっと iPad で動画撮りたかったんですけど、わかんないんで諦めました。普段様名は向こうでやっておりますが、動画撮るときだけこちらの Android にしてます。はい、ワンパンいけるかな。あ、やば。あ、タイミングが悪い。どうしようかな。バフ使っちゃうか。一応使っときますか。邪魔。気をつけてタップしないと。やばい。やばい。やばい。狼のスタンガ。やめて。うわー、スタンした。うわ、えげつねえ、スタン力ですね。ちょっとバフがなくなっちゃったな。いけるか。いけました。やめて、暴走。ベラで落とさないで。いきますか。スタン狙いで。やばい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 、動く動く。ああああ、ベラでやられちゃいました。でもこれいけんじゃないかな。防御デバフが入れば、防御デバフ、よし、入りましたね。これで落ちるかな。よし、いけました。問題はこっちっす。あれ、あんまり速くないんだ。ちょっとバフはもったいないかな。攻撃低下を。まあ入らないパターンですね。ここどうしようかな。スタン狙いかな。入らないですね。真ん中に防御テイク入りましたね。ここをバフいけていきます。いいっすね、狼に。狼に攻撃はありがたい。なるほど、このタイミングで打ってくると。AI 分かってますね。さすがの AI です。ここは攻撃低下を入れたいかな。よし。
やばい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 。こっちかな。入らないな。防御低下が入らない。やばい。あれ、もう撃ってきた。あー、落ちた。回復阻止。一回落としましょう。やばいな、これ。ここからウーコがまた何回使ってくるんですか。ちょっとターン回りすぎじゃないですかね。あれ、気のせいですか。スタン取るな。はい、残念。ちょっといけそうな気配あったんですけどね、無理でした。うん、どうしようかな。さっきこの辺でアクロマを見かけたような。開いた。アクロマ行きましょう。ちょっとアクロマは、アクロマこれルシエンでいいんじゃないですか。これこそ、これこそルシエンで。ルシエンで瞬殺していきたい。アクロマ下はどうしようかな。これがね、これがなかなかの火力を出してくるという。で、これワンパンしたいな。失礼しました。これワンパンしたいな。デバフ入れてコナミヤデリモーション、もう一体はこんなの使っておこうかな。スタンを取ると。リダス気がない。まあいっか。これタワー用なんですけど、6番的中外して体力入れました。まだ上げきってませんけど。そしてスキルが上がりきっていないっていう残念な。まあ行ってみましょう。邪魔だ。はい、上はルシェンで落ちると思うんですけどね。落ちないですかね。風姫だけ残るパターンだと思うんですけど。オリオンが遅い。オリオンが遅い。これオリオン残るかもしれないな。残りましたけども、これで落ちるだろう。よし、まあまあまあ想定内ですね。はい、
問題は次。ああ危ない危ない危ない。先に動けるかな。先に動くと信じて防御低下入れますか。それでいこう。あ、防御低下入んなかった。くー、困った困りました。先に動くと信じたのはいいけど防御低下が入らないっていう。まあそうなりますよね。分かってました。はい。防御抵抗で入ればここから頑張る展開だったんですけどね。ちょっとずつ削る。ちょっと無理だこれ。ちょっと厳しいな。最後だけちょっと勝ちに行きますね。ちょっと不甲斐なさすぎるんで最後だけちょっと勝ちに徹します。どうしようかな。これも姫ギルシェンでいけると思いますが、一番左行きましょうか。ちょっと勝ちに徹しますね。勝ちに徹するってなるとこうなるんですよね。防御デバフの狼もベラでもいないとなると仕方ないので、サルでいっか。たまには水イフでも連れてきますか。これにします。あ、でも組みているな。サルにします。下がセアラか。どうしようかな。石ついてるかな。石ついてたらザイロスダメだな。コッパーでいい気がしてきた。いやでも剥がしもいるな。やめよう。遊び心がリナで受ける。リナで受ける。風風風。ルシェン。ルシェン風。防御で風。バナドいける。これバフがいいな。カリンいないんだ。バフいない。
シェノンがいる。これでいきます。やばい、ちょっとリナ使いたくなっちゃいました。大丈夫かな。闇譜からいきますかね。結構振ってるな。体力振りでしたね、なかなか。落としきれるかな。あ、落とせそう。よし。相手だとこの回復阻害がすごい役立ちますよね。と攻めの回復阻害はめちゃくちゃ強いです。防衛でもめちゃくちゃうざいと思うんですけど、攻めだとねかなり強さを誇ります。めっちゃ減ったな。大丈夫かこれ。ちょっと一発じゃ落ちなさそうなんで、先にサプライズボックスを。あ、バフ消されるんだった、忘れてた。あば、やばいやばいやばい、バフ消えた。バフ消えた。とりあえずセアルか。よし、つかなかった。奇跡。ちょっともう打ちますか。いやいや、ここは我慢だ。よし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 。あ、寝てるのに落としちゃった。あ、シェノン、そのタイミングのスタンはダメだよ。そのタイミングのスタンはダメだよ。よし、いいスタン。ちょっといいタイミングで打ちたい。そろそろでもバフ剥がしてきそうなんですよね。大丈夫かな。次こそ打てるか。やばい。よし、耐えた。よし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 。打てました。ようやく切断が打てました。ここは減速入れていきましょうか。蘇生されますけど、こっからもう一回落としに行きます。やばい。うわ、やべ。リナ落ちるか。落ちる前に倒しきった。よし。なんとか勝てました。リナ、頑張りましたね。割とスタンで運ゲーだった気がしますけど、最後なんとか勝てました。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。